昔はありましたね。でも新しい家になってからはもう意外とないから、こういう室は本当貴重なのよね。とにかく大量のものが保存ができるから室はとてもありがたいね、うん。なるべくね、自分の作ったものを保存しといて、長持ちさしといて、まあ捨てるようなことなくね、うん、使ってるね。うちの親父が、まあ、作ったということだもんで、現在まで100年くらいは経ってると思いますよ。昔は水道がなかったからね、水を確保するということで、生活用水を、まあ、目的として、まあ、穴を掘ったということですね。でもう一つは穴を掘ったら、まあ、それが、まあ、利用、何かにできないかということで、夏採れた野菜を冬食べるために今保存をする場所ということで、その2つだと思います。まあ、なるべくね、野菜を取れたものをなるべく大事に使って、まあ、捨てるのもかわいそうだからね、まあ、貢献してきたのではないかと思いますよ。まあ、長くね、冬の期間食べれたということでね、まあ、そういうことです。